コーディエはメジャー時代の同僚であったイチローから、ワンハンドレッドというあだ名をつけられていたと自慢げに語った。居酒屋チェーンである一休と西武のコラボ CM で、コーディエがやらかした開幕戦のサヨナラ負けのシーンが使われている。コーディエはヤクルト雄平との対決で、一球もストライクゾーンに投げることなく空振り三振を奪い、絶対にストライクを取れない投手 VS、絶対にボールでも振る打者という伝説の対決を披露した。コーディエは中日戦で、延長12回の同点の場面で登板し、当時球団最速の159キロを記録するなど、3者連続フォアボールで中日打線は手も足も出なかった。股関節の痛みを訴えたコーディエは、スポーツヘルニアと診断されて帰国し、13試合で0勝2敗2セーブ、防御率 7.30 の成績で退団することになった。